ピーター・ポール・モンゴメリー・ブティジェジはアメリカ合衆国の政治家。短縮型名はピート・ブティジェジ。現在はジョー・バイデン政権で同国運輸長官を務めている。以前はインディアナ州サウスベンド市長を務めた。なお、聖のブティジェジはブダジェジとも表記される。1982年1月19日にインディアナ州サウスベンドで誕生した。 父のジョゼフ・ブティジェジは、マルタからの移民で、ノートルダム大学の教授である、インディアナ州、サウスベンドのセント・ヨゼフ高校に進学。2000年に、ジョン・ F ・ケネディ大統領図書館の開催する勇気のエッセイコンテストで最優秀賞を受賞した。論文のタイトルは、バーンニー・サンダース。内容は、当時連邦院議員であったバーニー・サンダースが、自由主義者の立場を取るだけで、 求心的と見られる国で社会主義者の立場を取ったことを主題に好意的な評価を与えている。ボストンで行われた受賞式ではキャロライン・ケネディなどケネディ一家と面会した。ハーバード大学を優等の成績で卒業し、学士号を取得した。また、同大学では歴史と文学を専攻した。ハーバード大学卒業後にローズ奨学金制度を受賞し、 イギリスのオックスフォード大学に留学し、哲学、政治学、経済学において、最優等の成績を収め卒業し、同大学でも学士号を取得。同大では、ペンブルックカレッジに所属。2007年から2010年まで、マッキンゼーカンパニーにて、コンサルタントとして勤務した。2009年から2017年まで、アメリカ海軍に予備役。 2014年には7ヶ月間アフガニスタンへ従軍した。2012年に29歳でサウスベンド市長に就任した。同志市,市場では2番目の若さでの就任でアメリカで10万人以上の人口を有する市の市長として最年少である。2015年の市長選挙にて80%以上の票を獲得して2期目の再選を果たした。2020年1月1日に 任期満了で市長を退任。2019年4月14日に民主党から2020年アメリカ合衆国大統領選挙への出馬を表明した。自ら同性愛者であると公表しており、大統領選挙への出馬表明の際には2018年に結婚した夫を紹介している。2019年7月30日に開催された民主党。 第2回公開討論会では、壇上に並ぶ、政治からが、これまで解決できなかった問題に取り組むには、世代交代が必要であるとアピールした。37歳の若さを強みにする作戦を展開し、卒ない戦いぶりと評された。2019年8月に行われた、キニピアック大学の支持率調査によれば、ジョー・バイデン、エリザベス・ウォーレン、バーニー・サンダース、カマラ・ハリスに次ぎ、 五位の支持を得た。さらに2019年11月に行われた同大学の支持率調査では、ジョー・バイデンに次ぐ二位に上昇した。民主党予備選挙では、序盤から前線し、注目を集めたが、2020年2月29日のサウスカロライナ州での予備選挙では8.2%の4位と、低迷、翌3月1日には撤退宣言を行った。急審査派であるバーニー・サンダースでは、 ドナルド・トランプには勝てないとの考えを示し、翌2日に自身と同じく中道、恩恵派に属するジョー・バイデンへの支持を表明した。大統領選挙は、ジョー・バイデンが勝利を収め、2020年12月15日、バイデン政権の運輸長官に指名された。2021年2月2日に、上院の公聴会において、賛成多数で承認され、 翌3日に就任宣誓を行い正式に就任した。ブキジェジは同性愛者と公言している初めての閣僚とされている一方、代行も含めれば、ドナルド・トランプ政権時代に国家情報長官代行を務めたリチャード・クレネルなど前例がある。代行の就任は上院での承認を要しないため、 正確性をキスならば、上院が承認した閣僚の中では、ブティジェッチが初となる。グレネル自身はツイッターで、コングラチュレーションズツーピートバテジーグ、オンビカミング・ザ・セカンド・オープンディーゲーメンバー・オブ・エイ・プレジデント・エス・キャビネットとツイートした。また、大統領顧問団には含まれない交換まで含めれば、オバマ政権時に陸軍長官を務めたエリック・ファニングなどの前例がある。 ありがとうございます。